レネ・クレメンチッチは、オーストリア共和国ウィーン市在住の作曲家、指揮者、リコーダー奏者、クラビコード奏者、チェンバロ奏者、オルガン奏者である。クレメンチッチコンソートの創立者でもある。ドイツ語を母国語とするが、ウィーン在住の法律家であった父親とはイタリア語で、会話していたといい、留学先であったフランス語、また英語目視する。古学研究により、 ラテン語をはじめ古高ドイツ語や中世のフランス語、イタリア語、英語にも詳しい。2008年2月27日に80歳の誕生日を迎えたレネー・クレメンチッチは自身を典型的なドナウ君主国の子と言い表し、祖先をイストリア、スロベニア、チェコ、ポーランドなど元オーストリア・ハンガリー帝国の各地域にたどることができるという。80歳の誕生日を祝して、 オーストリア放送協会は数々の特集番組をラジオでまたテレビで組んだ。ウィーン楽友協会ホールでは独自の定期コンサートがあり、前回は2008年2月18日であったが、ハンガリーのケチケイシュアンサンブルや騎ュタマーシュも参加し、ハンガリー色の濃い音楽会となった。レネー・クレメンチッチは1992年、ユダヤ人作家カフカにちなんだ題材で作曲して、 欲しいと依頼され、ヘブライ語を学んで旧約聖書を読み、ヘブライ語のオラトリを、カバラを作曲した。次回のウィーン・ラクユー協会、ブラームス・ホール定期演奏会は5月25日で、あるが6月8日にはこの、カバラが、ヘブライ語で上演される。この作曲以来、毎朝ヘブライ語で、旧約聖書を読み、クラビコードを演奏して1日が始まるという。 1996年には、ヨハネの目視録をテーマとした、オラトリオ、目視録を作曲した。ギリシャ語のテクストを用いた3時間長の大作であり、クレメンチッチコンソートにより、ウィーンにて演奏された。レネ・クレメンチッチは、クレメンチッチコンソートの創立者であり、現在もその音楽監督である。クレメンチッチコンソートは、古学ジャンルでは、ヨーロッパ有数のアンサンブルである。 今ではヨーロッパ中の古楽アンサンブルが演奏するカルミナ・ブラーナやヨーハン・ヨーゼフ・フックスなどのオリジナル楽譜をある意味で開拓して演奏によってヨーロッパうちに広めてきた。レネー・クレメンチッチのアンサンブルであるクレメンチッチ・コンソートは2人から50人のメンバーで演奏するがメンバーの顔ぶれはその時の曲目によるバロック、ルネサンス、中世音楽のどのジャンルも 専門の分野とする。ルネはフランス語から来た名前であるが、ドイツ語圏でも稀ではない。ただ、フランス語圏と違って、ドイツ語圏内では、アクセントのない母音も発音され、アクセントのある母音は長母音になるため、彼の場合にも、ルネではなく、レネーと呼ばれる。彼のアンサンブルで共演し、出演する音楽家たちも彼をそう親しく呼び、また、 彼が大切にするファンたちもそう呼ぶ。また、日本では、クレメンジックを、クレマンシックとカタカナ表記しているのを見かけるが、オーストリア人である、彼自身も、また、オーストリアやドイツ、イタリア、英国の音楽界、ヨーロッパ各国のメディアも、クレメンチッチと発音している。ありがとうございます。